テーブル掛け。これはノルウェーのお話です。ノルウェーは北の国。寒い寒い冬がいつまでも続きます。冷たい北風が山や森や湖の上を我が物顔で駆け抜けるのです。昔そんなノルウェーの谷間に貧しい母さんと男の子が住んでいました。男の子はまるでトナカイのように元気がよく、寒さなんかへっちゃらで、その上母さん思いの優しい子でした。ほら、あったかいスープだよ。早く病気治るといいね。さてある日、男の子はパンを作る粉を物置小屋へ取りに行きました。この粉でおいしいパンを作って病気の母さんに食べさせてあげたいと思ったのです。ところが、いきなり吹いてきた北風が粉をあっという間に吹き飛ばしてしまったんです。仕方がないので男の子はもう一度物置小屋へ粉を取りに戻りました。ところが、あっ！そうに貧しいこの一家にとってパンを作る粉は一つかみも無駄にはできない大切な大切な食料なのです。さて三度目の正直、今度こそはと男の子は家に向かって駆け出しました。いい、やい、来たかぜ、やい、来たかぜ、来たかぜ、来たかぜ、来たぜ、僕の粉を返せ、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 寝ろ、返せ。男の子はとても母さん思いの優しい子でした。絶対に粉を取り返してくるぞ。ジンジンルンドゥ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 ルン。男の子は北風の住むという洞窟へ向かってどんどん歩いていきました。深く雪に埋もれた野原を進み、鏡のように凍った湖を渡り、銀色に輝くつららの林を通り抜けると、さあここが北風の住む洞窟。とうとう男の子はやってきました。今まで吹き荒れていた風が静かになってきました。誰だ、わしを呼ぶのは。いやい、北風、僕はお前に会いに来た。姿を見せろ。わしに会いに来た。そうだ。男の子は床にも洞窟の中へどんどん入っていきました。すると、いやいやいや、北風は初めて人間の男の子が遊びに来てくれたと思ってとっても嬉しくなりました。どうぞゆっくりしてくれよ。バカにするな、僕は遊びに来たんじゃないぞ。まあまあそう言わずに、わしゃのみんなと仲良くしたいじゃよ。だったらあんな意地悪しなきゃいいじゃないか。おかげで僕はパンを焼く粉を全部吹き飛ばされてしまったんだぞ。粉を、僕の家はとても貧しくって、粉を取られたら食べるものがなくなっちゃうじゃないか。北風はとても優しい心の持ち主でした。お詫びの印にこれをあげよう。それは薄汚れた一枚のテーブル掛けでした。それはただのテーブル掛けじゃないのよ。食べたいものを願えばどんなものでも出してくれる魔法のテーブル掛けなの。魔法のテーブル掛け。
男の子は魔法のテーブル掛けをもらって大喜びで帰っていきました。ところが家に着く前にすっかり日が暮れてしまったのです。そこで男の子は宿を探して戸を叩きました。泊まりたいならお金は前払いだよ。この宿のおかみさんはこの辺り一番の欲張りでケチンボでした。こりゃぽっちじゃ裏の納屋で寝るんだね。男の子は今日は何にも食べていませんでした。お腹がペコペコなので早速テーブル掛けを試してみました。テーブル掛け、テーブル掛け、ごちそうを出しておくれ。食べきりおいしいごちそう。それは今まで食べたこともないほっぺのとろけそうな素敵なごちそうでした。でもその様子をこっそりと覗いている人がいたのです。まあなんてずるい人。宿屋のおかみさんは魔法のテーブル掛けを普通のテーブル掛けと取り替えてしまったんです。さて次の日、家に帰った男の子は早速母さんのためにテーブル掛けを広げました。テーブル掛け、テーブル掛け、ごちそうを出しておくれ。とびきりおいしいごちそう。あれねえ、どうしたんだ。ごちそうだよ、ごちそう。もちろん出てくるはずはありませんよね。男の子はカンカンに怒りました。おかしいな、そんなはずないんだよ。それじゃあ代わりにこの羊をあげよう。これね、欲しいだけ金貨出してくれる魔法の羊よ。さてその日も帰る途中で日が暮れ、あの宿屋に泊まることにしました。お金は前払いだよ。ちょっと待って、羊よ羊、お金を出しとくれ。これで足りるね。さてその夜、宿屋のおかみさんが何をしたかもう皆さんにはお分かりね。そうです、魔法の羊を普通の羊と取り替えたんです。困っちゃったのね。粉なんて持ってないしね。あげるもと言ったら、その古いステーキしかないんだよ。そのステーキはステーキをぶちのめせと言えばもうおやめというまで相手をぶてぶてぶちのめす魔法のステーキなの。仕方がないので男の子はそのステッキをもらって帰ることにしました。さてあの宿屋の前を通りかかると、あーぼやぼや、今夜も泊まっていくんだろう。でもお金が。でもその手に持ってるのは魔法のステッキなんだろう。だったらただで泊めてあげるよ。さあ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 、おいでおいで、来るんだよ。というわけでこの日もこの宿屋に泊まることになりました。魔法のステッキだったらただで止めてやるか。よく考えてみると、この宿屋に泊まった後に魔法のテーブル掛けも羊も役に立たなくなったのでした。よくなまったますね。すやすやしててよね。起きちゃダメよね。ステッキを取り替えるまでですからね。眠ってですよ。待てー、ステッキをぶちのめせー。
めんなさい。助けて助けて助けて、テーブルかけもすぐに返します。許してくださいよ。助けてくださいよ。本当に返してくれるね。返します。私が悪うございました。悪うございました。よし、ステッキもういいぞ。こうしてテーブル掛けと羊は男の子の手に戻りました。貧しかった母さんと男の子はお金持ちになり、いつまでも幸せな毎日を送ったということです。